セーブできるぞ。包まれた北の町、戦いは第五軍の圧勝で終わった。北の町へ向かおうとしたドロロは第五軍に捕まり処刑されるため万門へと連れてこられていった。できん。この場でケリをつけてやる。勝負だ。へい。覚悟。ダメだ。大したこと。百鬼丸、百鬼丸。
俺を心で呼ぶのは誰だ。聞け百鬼マン、お前が倒したそやつはお前の弟ぞ。何？大悟影光はお前の父親だ、お前の親なのだぞ。弟だと？こいつか。そして大悟影光が俺の親だと。Eek!
獣と戦っているのか。今日のところは助けたが、次に父大悟影光の邪魔をしたらただでは置かぬぞ。いくら兄といえどもな。お前にも奴の声が聞こえていたのか。多宝丸。兄貴。胸が苦しい。心臓が戻ったぞ。聞こえるか、俺の心臓の音。脈を打ってる、動いてるんだ俺の心臓。ドロロ、俺は生きているぞ。兄貴、よかったね。無事だったのか。北の町から来たってことは家を見に行ったのか。父ちゃんとお母ちゃんは。家燃えてた。ごめんな。でもドロロさんが小屋に連れてってくれたから私と弟は助かったわ。ありがとう。ありがとう。泣かないのか、偉いな。これからは兄弟仲良く力を合わせて生きていくんだぜ。達者でな。戦は醍醐様の勝利。この要の土地は醍醐様のものですね。多宝丸。あの百鬼丸とかいう浪人、大吾様にとって邪魔な存在になるのは確実。多宝丸様も傷ついている今、奴の処分、この三郎ためにお任せ願いませぬか。では名馬と称されるこの御泥号、お前に与えよう。ありがたく頂戴いたします。決まる。大悟影光と多宝丸。魔人のつぶやきで多宝丸が弟だと知った百鬼丸。ならば大悟影光は百鬼丸の父。天下統一を旗に掲げ各地で戦果を上げる大悟影光が百鬼丸の父親であった。事実の前に百鬼丸は悩み苦しむ。容赦ない妖怪の攻撃、そして醍醐軍の追撃。しかし百鬼丸は進む。進み続けたその先にある光を信じて。